はい、今回はリモートワーカー必見、朝と夜通勤したつもりでやる10分トレーニング。今こうずっと自宅にいる方が増えているということで、僕たちも今リモートワークでチームでトレーニングしているんですけど、そういったプロが実践しながら家でこう本当マット1枚家にあるものでできるトレーニングを紹介したいと思います。早速トレーニングに移りたいと思うんですけど、まずトレーニングの、考え方として、1セット5種目でトレーニングは20秒やって10秒休み、20秒やって10秒休みを5種類やって、1セット目と2セット目の間は1分休むっていうサイクルで、3セットやっていきたいと思います。トレーニングとしてはまず上半身の一番大きい筋肉の胸を刺激する意味でもシンプルに腕立てですね。これを後で通しでやるんですけど、こう20秒間インテンシティを上げたい人はその20秒間の中でなるべく早くで、きつい方は膝つけてやるなど、まあ、あとはゆっくりで、もっとインテンシティを上げたい方は上げた後肩を触る、上げた後肩を触る、正面から見るとこういう感じでだいぶ負荷が上がるので、基本的にその20秒の中での負荷の調整は皆さん自身がしてもらえたらちょうどいい自分に合った強度になると思いますので、よろしくお願いします。腕立てに続いて下半身で一番大きな筋肉の方、お尻大臀筋を次はスクワットで鍛えていきたいと思います。スクワットはまあもちろんいろんな方法があるんですけど、僕は今回その皆さんがこう通勤通学できなくて、やはり思った以上に足腰が使えなくなっているので、より足お尻大きい筋肉を鍛えることで、代謝も上がりやすいですし、いろんなスクワットがあって、こうたなんだろう状態を結構立たせたままのスクワットももちろん目的としてはそういうトレーニングもあります。もも前をより効かしたい場合はこう膝をとにかく突き出してやる場合もあるんですけど、今回はそのお尻をフォーカスしたいので手は前に出してください。手を前に出すことでこうしてるときより重心がちょっと前になるので、より下がったときにこうお尻を突き出しやすくなります。こういう感じですね。これも20秒、まあもちろん早く自分の中でできる人はどんどん早くやってもらって、基本上がるときにフッて息を吐いてください。そうすることで早くやりすぎるとこうお腹反っちゃう人いて、そうすると腰痛めるので、常に呼吸でフッてやることで腹圧高まります。そうするとお腹に力入っているので、フッてやった瞬間に思ったよりこっちに行かなくなるので、でさらにインテンシティ上げたい方はこれでジャンプスクワットをやるとさらに上がると思います。3種目目なんですけど、ご家庭にあるハンドタオル、まあ、ちょっと長め上げて肩幅見えるかな、肩幅ぐらいよりちょっと広げられるぐらいのタオルがあればいいです。まあなくてもいいんですけど、次は、うつ伏せになって背中と腰背筋、まあ、あとお尻も鍛えられます。スーパーマンっていう、こう背中を鍛えるトレーニングがあって、こういうトレーニングがあるんですけど、これに加えてタオルを引く、上げてる状態で引く。そうすると常にお尻と腰、あとこの時も腹筋を常に意識することで反りすぎ防止になります。でここを固めながら
肩甲骨の動き、まあ、広背筋をちょっと刺激するトレーニングになります。この時に首こう上げてしまうとこの頸椎にちょっと負担がかかるので常に下を向いた状態で大丈夫です。これも20秒。4種目目です。4種目目はお尻とハムを中心に刺激入れていきたいと思います。まあ、足は90度ぐらいで、こうかかとを支点に仰向けになってもらって、これでお尻を上げます。上げます。この時もずっと一貫して言ってますけど、腹筋にも力入れながらやらないと、上げすぎた時に腰反るので、これも上げる瞬間にシッ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 、刺激常に意識しながらお尻を上げるようにしましょう。でこの時ここで手で支えると少し楽になるので、インテンシティ上げたい方は手を上げた状態やこのまま片足ずつでやるパターンなど、いろいろあるので自分で負荷を選んでください。はい、ここまで4種目やって、胸、お尻、背中、もも裏で、まあ、基本ここの腹筋っていうのはいろんな状態で支えているので、まあ、一応この4種目で全身は使ったので、次はそれをなんだろう、イメージとして馴染ませる、まあ言ったらこれがちょっと一番きついんですけど、20秒間とにかくもも上げひたすら、でこれもまあ膝の高さによってインテンシティ変わりますし、もう早く、もう今こんだけでめっちゃ息あるので、20秒間本当に追い込みたい人はとにかく早く20秒間、まあちょっとマンションとかでね、あんまりうるさくできない方はこう着地の時ちょっと気をつけたり、あと、まあ、もしクッションとかあって、まあ、そこに汚かったらタオルとか引いてやると足場が不安定になるとよりきつくなるので、その辺は皆さんで調整してやってください。今一通りこれで5種目、今のが1セットで、これから通しで1セットやっていきたいと思いますので、ご覧ください。次はスクワットです。次はスーパーマン。次もモモだ。次もモモです。最後もも上げ。
1セット終わりです。今、僕の中でその20秒の中で結構自分の中でスピード感めちゃくちゃ上げてやったので、息の切り方は、こんな感じになります。で、これ1セットセット間は1分のレストなので、セットごとにしっかりレストで水を飲んでください。はい、皆さんやってみてどうでしたか？まだちょっと息が上がってるんですけど、自分なりにこの時間の中でインテンシティを変えられるので、いろんな方にこう応用が効くトレーニングだと思ってます。トレーニングの一個一個の種目自体はすごく、ベーシックなものになっているので、これからどん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 レベルを上げていけたらなと思いますけど、今回はそのリモートワーカーだったり、こう外出できない中でどんどんこう代謝だったり足腰使う機会がなくなっている中で、何か家の中で、まあ、今日は本当マットの1枚分のスペースと、ハンドタオルがあればできるメニューとなってますので、ぜひこの機会に、まあ、気分転換も兼ねて、やっていってもらえたらなと思います。まだ息が、プロの選手でもこんくらい息は上がるトレーニングなので、こう筋トレしながらもこう息が上がるっていうのはすごく大事だと思いますので、ぜひ皆さん試してください。今回の動画が良かったと思う方はチャンネル登録、いいね、コメントたくさんお待ちしております。